ペッチャ型フリゲートは、ソビエト、ロシア海軍の警備艦である。ペッチャ型は、NATO コードネームであり、ソ連海軍の計画名は159型、警備艦である。また、当初はその役割から、対戦艦に分類されていた。ペッチャ型フリゲートは、全球のリガ型フリゲートから、大幅に、艦姿と機関が変わり54隻が竣航し、1990年代。 ほとんどが退液したが、現在も、同盟諸国の発石が稼働中である。1950年代に収益した、全球が、第二次世界大戦系の技術の延長線上に、あったのに対し、本球では、最新式の対戦兵器やソナーを装備し、機関も、ガスタービンとディーゼル機関が併用された。また、方向兵器も強化されているが、 あくまで対戦任務を重視した設計となっている。デザインは、鋭い艦首から AK-726-76.2mm、連装砲1機、箱型環境の左右前端に1機ずつ、対戦ロケット砲、マストと煙突、魚雷発射管が、中央線上に1機、その後に 76.2mm 連装砲1機、艦尾の左右両端に1機ずつ対戦ロケット砲が、 原型であるが、その後の階層で大きく3内使用タイプに分類される。次級のミルカ型フリゲートでは、エンジンの改良により、航続距離が倍以上に増大し、18隻が収益し、煙時とマストの位置が変更となった。リガ型とペチャ型の関係は、海上自衛隊の護衛艦では、綾波型護衛艦と、時代の山雲型護衛艦のそれに相当するが、 半分くらいの船体に同程度の兵装を装備している代わりに、あくまで近海の対戦相当に対応したソナーの測定能力や活動期間が設定されており、外洋での航行能力は限られている。ミルカ型の後、ソ連海軍における警備艦は大型化の道をたどり、輸出用の小2型フリゲートを経て、3000トンクラスのクリバク型フリゲートに発展した。 本家タガになっていた近海での警備任務は、対戦船に特化した小型対戦艦であるグリシャ、ガタコルベットと、対水上戦に特化した小型ミサイル艦であるナヌッチュカ、ガタコルベットに引き継がれた。ありがとうございます。